ブライアン・スコット・コーリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ベンチュラ軍、サウザンド・オークス出身の元プロ野球選手。ウトを右ミギ台湾球界での登録名は、国力。ボストン・レッドソックス時代1993年の MLB ドラフト12巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。百九十七年十二月、MLB エクスパンションドラフト三巡目で、 アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、移籍した。1998年5月13日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。2004年、読売ジャイアンツの中継人の不審のため、シーズン途中に投資コーチの広大サオが急遽渡米して獲得した。当初は抑え候補として期待され、6月22日の中日ドラゴンズ戦で初登板したが、結局は、 中継ぎでの登板のみに終わった。21試合に登板したが満足な結果を残すことができず、1年で退団となった。2006年はテキサスレンジャーズ、ボストンレッドソックスに在籍して32試合に登板し、防御率3.69の成績を残した。2007年は9月のロースター拡大に伴い、メジャー昇格した。9試合の登板ながら、 防御率1.93と高成績を残した。しかし2008年は開幕から失点する試合が続き、4月11日にマイク・ティムリンが故障者リストから復帰したのに伴い戦力外となった。4月22日、レッドソックス参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスとマイナー契約を結んだものの、レッドソックスのブルペン事情が苦しいこともあり、25日に 再びメジャー契約を結んで昇格を果たした。だが、4月29日にマイクローウェルが故障から復帰したことにより再び戦力外となり、5月11日にサンディエゴパドレスへトレードされた。パドレスでは同年39試合に登板するものの、防御率6.23と不本意な成績に終わった。2009年はレンジャーズ参加のトリプル A 級。 オクラホマシティレットホークスでプレーシーズン終了後に、千葉ロッテマリーンズの入団テストを受け合格した。6年ぶりの日本プロ野球となった2010年は、谷間の先発で活躍し、4勝を挙げたが、2011年の契約はされずこの年限りで退団した。2010年12月19日、韓国、ロッテジャイアンツと契約したことが発表された。 2011年4月2日のハンファイイーグルスとの開幕戦では開幕投手を務め7回無失点で勝ち投手になった。だがその後は先発でもリリーフでも思うような活躍ができず、シーズン途中の7月9日にロッテジャイアンツから放出された。同年8月31日、退団したスティーブ・ハモンドの代役として台湾、ダマゴ・モンキーズに入団した。2012年は、 3月はメキシカンリーグのメキシコシティレットデビルズ4月から9月まではアメリカ独立リーグアトランティックリーグのカムデンリバーシャークスでプレーした同年限りで現役引退した2017年よりオークランドアスレチックス参加で投資コーチを歴任しておりこの年は A-9 バーモントレークモンスターズ2018年は AQ ストックトンポーツ 2019年はルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで同職に就いた。2021年からはマイナー巡回のピッチングリハビリコーディネーター補佐に就任した。時速 140km 台中盤の速球と落差のあるチェンジアップに加えスライダー、カッターを投げる。ファンにも非常に紳士的に応じ人間性も評価されている。ありがとうございます。